よどんよどんよどん。ちょっと今確認、これはさ、デザインじゃないかな。デザイン、これ、この赤でしょ、これでしょ。でもここだけおかしいよね。何か反射してるのかな。下には何もなかったけど、もう、まあでも反射かな。全員ではない。そうそう、山の方ね、クルさんね、今度クルさんに DM しよう。電波入りますかみたいな。ちょっと見てみるね。なんでここだけ上に、なんか火の玉じゃないけど、なんか変だよね。今見に行ってみる。何、龍飛岬、炎に見える。よし、ごめんなさい、鼻が出ちゃって申し訳ありません。なんじゃらほい、なんじゃらほいほい、なんじゃらほい。なんじゃらほいほい。あっ、危ない。ごめんなさい、クルさん。そうだ、クルさんに今度聞こう、いろいろ伺おう、教えてください。クルさんも心霊スポット回られてますからね。先日も旧吹き上げと乗り換えてましたよね、クルさんね。出ました、出ました、旧吹き上げトンネル。これ何なの、これ。話変わるけど、ああなんだ、ペットを散歩する方へのメッセージか。下からは来られないんで、歩いて来られないんだね。駐車場からしかも来られないんだ、ここは。へえ。赤いの火は4枚の写真に何か浮遊物見える。裏道から行ったけど閉鎖されてましたね。そうでしょう、心霊写真写ったと言ったとこ。ありがとうございます。足元が見しない、八王子のガチなやつなりありますよ。少々お待ちください。あー、何、あー、ごめんなさい、びっくりした。あ、ここにここにゴミがまとめられてる。びっくりした、ごめんなさい。まとめてあるゴミ、なんか枝を踏んだ、お掃除されたのかな、これ。ここにまとめてあるんだ、枝が。それ踏んだ、びっくりした、ごめんなさい。いやー、ライト消えたね。なんでライト消えるの急に。あ、ほら、下のライトが反射してるんだ。下に何かあるんだね。ほら、ライトじゃないけど、下の明かり、下の街灯だね、街明かりかな。何があるんだろう、下に。首吊りとかないよね。よくわからないけど、特にこの下に何かあるみたいだな。コミュニティフォローありがとうございます。このちょいだと頭おかしいんだよ。そうです、それ言われちゃうと何も言えない。裏筋、それで次は何、なんか今通りませんでした、気のせいか。なんか人影が見えたような、見えないような。まさかリアトツさん、白い服を着たような、着ないような、白い影のようにも見えなくもないけど、はあ、自分の息かな、この右から左に移動した気がする。何かが、虫かな。いや、見えた、尻がおかしい。赤いのは何か反射してるのを調べるのよ。赤いのはね、ほら見えますかね、ほら、ここ反射してるんで、下に何か街灯か何かあるんですよ。それ反射してるんですよ、多分。後で確認しに行こうか。私の息かな、カマブレスかな、オカマちゃんの息で、カマブレスかな。うん、ほら
今日は無臭だ。先日はね、なんかスルメの匂いがしたんだよね。あ、今大丈夫。無臭無臭。なんだっけ、嫌じゃない、私なんだかさ、その言い方だとさ、口臭いみたいだよね。臭そうだよね。なんか自分でもそんな気がした。臭くないけど。あ、そうだ、フローラルな香りと、あの足して2で割った感じ、フローラルとスルメを足して2で割った感じの匂いでした。もう上で確認してみるか、何の明かりか。加えたとみたい。何を、救急車多いね。病院あるのかな、近くに。余計に臭そう。炙ったスルメ。あの生のスルメ、味付いてない生のスルメ、そのままのスルメあるじゃないですか、味付けしてないやつ、そのままのスルメ、干したままのスルメの匂い、あの、わかりますかね。私好きなんですよ、それが一番好きなの。コンビニとかで、あの当たり目とか、あれダメなの。あの味のついてないね、そのままのね、スルメが好きなの。わかります、わかりますよね。しかも少しお高いやつだとグミみたいな感覚でね、食べられちゃうんですよね。生ではないんだけど。菜の花、栗の花、知らないな。何の明かりが反射してるのかね。あの街明かりじゃないかな、もしかしたら。しかし何の明かりが反射してるんだろう。やっぱ街明かりですよ、ほらほら、街明かりが反射してるんだ、ほら。わかりますよ、このほら、今日まだ赤出てない。わかる、噛めば噛むほど味が出る。そうです、なんかブドウ、フローラル、あのね、フルーティーなんですよ。あの少しあのお高めのやつ、あれ大好きで。ここ作りが結婚式場みたいだよね。そういうデートスポットにしたかったんだろうけど。ああ、それか。私は酒の魚大好きです。フローラル1割なの、それもう、ほぼそれスルメじゃん、それ。それも新類人、新人類ん？名前フラ？生フエラって何？夜景綺麗でしょ、こんな真夜中の都会？口臭臭い、生臭い口臭の釜。わかる、火で炙るとうまい。私生で食べるのが好き。生じゃないけど、そのままのスルメをそのままで食べるのが好き。あの焼かないで、何もつけないで。一人で怖いです。だがこう配信を通してこうお話ししながら配信してますと、どうしてもね、この皆さんと一緒にいるような感覚になるんで、あの怖さをね感じなくなります。まあそれでも怖いところは怖いんだけど、現状、今現在は現この現状はそんなに怖さは感じません。リスナーさんと一緒なので。 Twitter 分かりました。スルメやマヨと一緒、いない、きれい、マヨ醤油と一緒、唐突な、だが、はい、顎丈夫になります。まあ、当たり目もスルメも同じなんだけどね。すごいね、救急車。ちょっと写真の確認してみたいと思います。一旦下降りるか。心霊やれありがとうございます。アドバイス、リクエストありがとうございます。心霊やれありがとうございます。すいません。ザリガニの餌、 UFO お迎え来てません。駄菓子忘れました。ちなみにあれなんで当たり目っていうか分かります？あれ当たり目、スルメ、で当たり外れの逆で当たりにしたんですよ。
当たり目で。大ちゃん川越の、あー川越でありますね、心霊スポットコンポンさん、川越街道ね。あれは何だろう、あの街、あれ街灯かな、街灯なら街灯でいいんだけど。全然答えが何、説明、何の説明、当たり目、当たり目はほらする目、当たり目、当たり外れの。滑るからスルメ、滑るとかさ、スルメはさ、滑るとかのさ、そんな響きあるからさ。解説すると止まる？ちょっと、じゃあ、ツイッター見ますよ。ちょっとTwitter確認します。今日の心霊スポットはもう一つもありますか、どうします、ここでもいい気もしますけど。はい、外れ目、当たり目、そうそう、だから当たりは、もう当たりにしたんですよ。そういう説もあるんですけど、するするっていうんじゃないか、するするするとかさ、す損をするとかさ、良くないじゃないですか。する目は、するって意味があるから。それでするの反対で当たりで、当たりにしたんですよ。他でもいろいろな言葉あるんですよ。同じような感じに。同じような意味でさ、反対にして。だからする目も当たり目もね、もともと、今、元は同じなんですよ。まあ、そういう説もありますね。朝鍋もしてませんね。トイレありますね。この奥でと、この奥トイレですね。あと何かありましたね。同じような感、同じようなので。あと何か、そんな感じのがね、まだある、いくつかあるんですよ。豆知識ですか。30分もすれば明るくなるの、ありがとうございます。一つ賢くなりましたか。はい。ぐずぐずくんさん。ツイッター確認します。なんかリスナーさんから届きましたようです。電話ボックス？ここ電話ボックスあるか？若者のゴールデンウィーク乗り切っちゃった刺激強いのフォフィーありがとうございます。あ、来た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 、ちじえ、もうさ、これもう違うじゃん、これもうガチ、これもうこれもうさ、雑コラでしょこれ、もう怖がらせないでよこれ、何なんですかこれ、これこの方どなたですかこれ、たらこ岩谷だけど、あ、たらこ岩谷ありがとうございます、リクエストありがとうございます。これさ、どなたですかこれ、この方存じ上げないんですけど、またビビらせるよね、絶叫させようとしてるんでしょう、その手には乗りませんからね。これツイートし、リツイートしてないや、リツイートします。それからこの写真か、あ、これか、宇善さん、これかな、丸い囲みの中何か飛んだ、後でしょうか、奇跡でしょうか、ちょっと確認してみます。コアは受ける、すごいですよね。と、本当だ、これ突き上げとんの写真も、もうなくなってたね。ああ、あれはもうないですね。川越達也、川越達也、これ見てみて、これ、あ、なんだろうこれ、これなんだろうね、またなんかスカイフィッシュ的なやつ、これ3つありますね。確かに鳥かな、それとも虫かな、虫じゃないかこれ、虫の飛んだ瞬間かしら。これはね、この奥ですね、奥の石碑のところにあります。そこで撮りました、リスナーさんから届きました。これ虫ではない、ほこり虫だよ、ほこり、ほこり系、これどこの、これはお風呂のタオルです。お風呂のタオル、なんで今お風呂のタオルって言うの、一瞬寝ぼけてた今、
ごめんなさい。なんかわかんないけど一瞬今寝ぼけてた。これはなんかお風呂のタオルですって、なんでお風呂のタオルなんだろう。全然わかんない。全然意味わからない。全然意味わかんない。なんでこれがお風呂のタオルなんだろう。わあ、ダメだ。あ、ダメダメ。起きよう起きよう。あ、ごめんなさい、起きます。目をパチパチさせて。お風呂に入りたいです、正直今。お風呂で休んで寝たいです。 どこからお風呂のタオルが出てきたのかな。あ、怖い怖い。なんでお風呂のタオル出てきたんだろう。こんな配信やめて。しっかりしよう。お風呂に行きたいな。これ実は隠されたねテーマがあるんですよ。それはね、東北お風呂巡りなんですよね。これ実は隠されたテーマがあるんですけど、今回の遠征。関東、東北、お湯巡り。男巡り？違うよ。混浴、違う違う違う。違う違う、混浴じゃない。何？東北、お湯巡り。いや、お湯は、銭湯のことなん、スーパー銭湯のことなんだけどさ。スーパー銭湯。どうも、ジミーちゃん、どうも、こんばんは、お疲れ様です。なんだか、ツイキャスの方で配信されてたそうで、今度、ジミーちゃん、混浴しましょう。そう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 、東北断コンメ、違う、東北、温泉巡り。そうそうそう、ここですね。皆さん、初見さんも含めまして、ここで撮影した写真になりますね、今の写真ね。よいしょ。よし、メス越え。ゆうちゃんに見られたら怒られちゃうんだけど、でもゆうちゃんいないから、ゆうちゃんには内緒だからね。すぐ目移りする？ジミーシャツ。ゆうちゃんロムってる？ゆうちゃんロムって見てるからな。それ本当なんだよな。それが本当のことだからな。怖いよな。いるよって来たからね、この前。いるよって。いるならコメントしてよ。ゆうちゃんいないからいいやねって。いるよって。ゆうちゃんに DM しないで。雄大泣いてる？アンテナズベコ。それではね、先ほどの写真ですけどね、これですね。なんでこんな話になりましたかね。私がなんか、お風呂のタオルとかなんか、寝ぼけたこと言ったからこんな流れになってしまったんじゃないか。私の責任だ。バレてた。これですね。なんでこれお風呂のタオルなんだろうね。まあいいや。これですね。この3つ並んでるのですね。これがお風呂のタオルなんですよね。謎ですね。これ3つ飛んでるのなんでしょうね。でもこれ虫かな。これ皆さん、ズベコは治らない。これ虫。あ、コミュニティフォローありがとうございます。ゆうこにチクる、チクらないで。これはお風呂のタオル、これはお風呂のタオルなんですか。ゴリメン、タオル飛んでる。これお風呂のタオルなんですか。もうお風呂のタオルじゃないの。これは心霊写真なのかな。スカイフィッシュ、角度的に円形だからカメラの反射。何のカメラの反射。カメラの反射解決。お風呂のタオルで解決。これですよ。だからこれまさにこれよ。ここよ。これ同じ構図でもう一度撮影 OK。 あ、そうだね。まだもしかしたらゴミかもしれないので、まだね、拭いてないし、カメラレンズ。ここで撮影した写真です。あれ、ジミーちゃん消えた。そして縦の写真かな、横の写真かな。発射中のあれ、何それ。横で撮りましたね。カメラの発信してると汚れるからね。それありますね。お風呂のタオル。私はタオルは上から隠しますね、下まで。